はい、どうも皆さんこんにちは、みつきくばさです。アンダーに達させない男、足立良一ゴールデングラブへの道、やっていきましょう。今回はちょっと一つ皆様に謝罪しなければいけないことがありまして、足立実況を撮ってた時に見返してたというか、まあね、そういう感じでやってたんですけど、交流戦で中日戦を取ってないことに気づきまして、やってしまったなっていう、はい、なんというかこう今まで気づいてなかったミスはあります。いやでもね、もうそう言っても取り直しようもないのでね、どうすることもちょっとできないんですけど、本当に申し訳ありません。はい。で、今回は、前回の予告通り、ライオンズ戦を取っていこうと思います。先発ピッチャー、金子千尋ということでやっていきます。いや、本当にちょっと何してんだろうっていう感じなんですよね。じゃあ、ちょっと疲労が溜まってるんで、ちょっと直します。はい。で、あと、もしかしたら、気づいてる方もいるかもしれないですけど、多分ですけど、ゲーム画面が画質が良くなってると思います。というわけで、さあ西武戦に参りましょう。相手ピッチャールブラン、よし行きましょう。ね、サムネイルを見てて、交流戦の時期はサムネイルは、各相手球団の好きな選手にするということだったんですけど、中日誰にしたっけって思って見返そうとした時にないって気づいちゃったんですね。もうね、ほんとこういうミスはやらかしちゃいけないっすね、ほんとにね。もう次からの実況とかは気をつけたいと思います。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズの18回戦です。なんだっけ、ゲームキャプチャーの HD キャプチャーボードを買おうとしたことがあってですね。で、三宮とか日本橋とかいろいろ行って巡ってきたんですよ。で、僕の欲しかったものは結局見つからなかったんで、Amazon で取り寄せたんですね。で、そしたら使えなくて、結局売りました、アマゾンで。売りましたというか返品しました、ね、わざわざ2万ぐらい払って買ったのに結局使えなかったっていうのがすごく、ああいうショックがでかくて、とりあえず今のキャプチャーで使える、こう何より画質が良くなる方法を取ってやってます。それもケーブル変えるぐらいなんですけど、そのケーブルもまた結局いろんなところで探して、結局それもアマゾンで買ったんですけど、アマゾンが便利だなと思う点もあるんですけど、こうなんだろう、店で売ってない状況とか探す、なんかそういうちょっと店が少ない、売ってるものが少ないっていう状況がちょっと、ネット社会なのかなっていう感じはしますね。で、あとこの試合を取ってる今日、今シーズン初めてオリックス戦を観戦しに行ってまいりました。京セラドームさん、楽しかったのは楽しかったんですけど、その日は7対0の試合だったんですね。7対0でオリックスが負けた試合だったんですけど、打線がやっぱりこうつながりを欠いているというか、チャンスで打てないというか、なんかあんまり正直その試合内容的な楽しさはなかったです。どっちかっていうと応援歌を歌う楽しみが強かったです。やっぱ勝ちたいですからね。見るからにはやっぱ応援するチームが勝ってもらわないと困るんですからね。
小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、にしてもね、ちょっとホークス強すぎませんかね。さすがにちょっと強すぎると僕は思うんですけど、どう思いますか？どう思いますかって聞くのも変なんですけど、なんかな、あんまり強すぎても正直面白くないんですよね。なんかこう、もうちょっと拮抗した試合というか、試合というかペナントというか、こうあんまりダントツに勝ちすぎても、こう、あ、どうせここなんだみたいな、そんな感情しか浮かび上がってこないっていう感じでね。バッターランナーは二塁まで進みました。まあそれは当然強いのには理由ありますけど、先制のピンチを迎えています。なんだろうな、やはり先に点をやりたくないのでね、理由があるから。うん、そうですよね、理由があれば強い。まあ なんていうかな、そういうことじゃなくて、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。なんだろう、なんて言ったらいいのかな、難しいんですけど、プレーになります。ご覧いただきましょう。なんだろうな、本当にこう今ちょっと映像を見ながらとか撮れてるかどうか若干心配で撮ってるんで、ちょっと言葉が出ないんですけど、まあなんですかね、やっぱこうエンターテイメントとしてはもうちょっと、さすがエース、立ち上がりしっかりと出てきましたね。そうですね、もう本当にペナントとして面白い方が見てていいんじゃないかなっていうのも思うんですけどね。3番バッター秋山、まずはワンアウトを取っています。なんだかんだね、あの去年もホークスが勝って勝ってというか、その頃もなんか100勝ペースを一時期持ってたとか言われて、でまた、ホークスが今年は、6月にマジックが点灯するんじゃないかと言われてるみたいですけど、なんかそこまで圧倒的なのもどうなのかなっていう。6球団でやっぱり争うスポーツですから、その点でね、そんなに差つけられてもっていう感情はありますね。このままこの投球が続くんでしょうか。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。いやでも金子投手確か右肩痛でしたっけ、でなんかそれを隠して押し隠して登板してて、でまああの最短 KO された日に実はそんなことありましたみたいな感じでなったんですね。なんか金子選手がかばって出なきゃいけない状況もまあ問題あると思うんですけど、まあ先発いないって福良さん言ってましたけど、まあなんですかね、そのやっぱり今の福良オリックスっていうのはちょっと系統がうまくいかないっていうのも変なんですけど、こうなんか噛み合わないというか、まあその投打も噛み合わないのもそうですけど、なんだかね、こう抑えたら打てない、打ったら投手陣が炎上するみたいな、なんかそんなのが多いんですよね。なんとかなんないのかなっていうのは思いますけども。3球目打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。なんか去年のオリックスを見てる感じがしますね。ただ去年と違って先発が全然いないっていうのが去年よりもしかしたら深刻かもしれないです。今のオリックスはそれこそ相性がいいなんて言われて DeNA に、まあ、あの今日の段階で2連敗してますから、もしかしたら3立て食らってる可能性も十分あるんじゃないかっていうのはすごく思ってます。てか負けるんじゃないかなと僕は普通に思ってるんですけどね。まあそれはその、まあ、あの何この動画を撮ってる翌日にならないと分かんないんですけど、なんかねやっぱりこう福良さんの空気が良くないというか、あんまりこう福良さん笑わないじゃないですか。だからやっぱりそのムードが伝播してチーム全体というかベンチが暗くなってるんじゃないかっていうのを僕は思ってるんですね。それこそまあ選手がホームラン打ったりとかしても
笑わない、あんまり笑わないですし、前の打席はシンカーをうまく打たれましたから、今度はその使い方が、それってどうなんだろうな。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。底抜けに明るいだけが監督じゃないと思うんですけど、あんまりこう采配もうまくいってないというかね、こう一試合一試合を課すことに専念しすぎて、こう中継ぎピッチャーのことを考えてないというか、そういう感じのイメージがあるんですね、僕は。なんてバファローズリードで迎える8回です。やっぱこうそれこそオリックスでいうと比嘉投手なんて2014年の時めちゃくちゃ活躍しましたけど、もう壊れちゃったも同然ですし、そういうことを考えるとやっぱりこう、バッターボックスには代打の山川、まあ、捨て試合っていう言い方もあれかもしれませんけど、そういうのを作るべきだとは僕は思うんですけどね。改めて集中していきたい場面です。全部が全部そんな勝ちに行こうとしなくていいというのも語弊あるんですけど、の割になんかこう1点だけを狙うとするバントを良くしたりとかっていうのがね、いやいやそういうことじゃないだろうと、もうちょっと大胆に攻めに行っていいと僕は思ってるんですけど、なかなかね、まあ、福良さんがこう何か固い意志があるのか分かりませんけども、だからね、とりあえずゲームでは金子投手が完投しそうになってますね。いいですね、さすがですよ。現実を見るとやっぱちょっとね悲しくなりますね、こういうのは。よし、金子投手が結構完璧だから、あんまり守備が回ってこないな。まあ、今回は画質のテストも兼ねてるということで、さあ勝利まであとワンアウトとなりました。わー、ライトに強い打球、ぐんぐん打球、ライト平野さん、スタンドには届きません。二塁へ送球、バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。よし、バッターの秋山、なんか今日ほとんどなんかこのゲームのこと喋ってないというか、実際のことばっかり喋ってるんで、最近ね、この実況でいろいろ話すんで、まあ、身の上話っていうのもいいんですけど、そういうの話すんで、あんまりこうミスキックラジオの意味がちょっとなくなってきてるっていうのは正直僕自身否定できないんですね。野球の話をひたすらやってるんで、まあ、それ以外のことで話せればいいんですけど、あるのかな、僕自身ね、そんな人生経験豊富じゃないですし。一方のライオンズですが、まあ、今日は、エース金子さんが、まあ、ヒーローですよね。でも、バッター誰だろう、 T 岡田かカラバイオかな、ホームラン打ったら確かその2人ですよね。55番 T 岡田選手ですね。どうですか、あの一通り通して見てみた感じ、ちょっと画質良くなってませんか。まあ、それこそ僕がというか YouTube にアップするとまたエンコードされちゃうんで、画質がこうどうなるかわかんないですけど、前よりは良くなってるんじゃないかと僕自身は思ってます。今後はこの画質で撮っていこうかなと思う。カラバイオスに33号めっちゃ打つな。うわー、金子千尋評価10、完璧だな。まあ、そんな感じで三振11、フォアボールなし、すげえ、108球、これはね、しゃあないね、セーブは。連続試合ヒット途切れた。あー、やっぱ調子が悪いってのはきついっすね。名古屋ヤクルトが勝ったと。いやでもほんと中日戦の取り逃しはきついですね。なんかもういい、ちょっと自分でショックでしたね、やっぱり。はい、奇跡の写真、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、次はどうしよっかな。この次のホークス戦でも撮ろうかなとも思ってますけど、まあ、気分次第ですね。
まあ、そんな感じで以上ミツキックバサでした。次回もお楽しみに。バイバーイ。